皆さんこんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。このチャンネルは様々な芸能ニュースを毎日お届けしていきます。励みになりますので、チャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんは NHK の朝ドラ鮎の歌でヒロインを演じた山崎千里さんを覚えていますか？デビュー当時は清純派の美少女という印象でしたが、今では当時の面影は全くなくなってしまっているようです。山崎千里さんに一体何があったのでしょう。今回は山崎千里さんについてお話ししたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。山崎千里さんのプロフィールと経歴をご紹介します。1962年4月24日に京都府京都市で生まれた山崎千里さん。父親は東映で時代劇や特撮ものなどを数多く手掛けた映画監督の山崎大輔さん、母親は元女優の三山玲子さん。この2人の間に第一子として誕生しました。小学校時代は重い病気を患っていたそうで、通学することができず教師が自宅に訪問して勉強を教えてもらっていたそうです。しかしこの病気は中学時代には克服し、家族は東京に引っ越します。そして神奈川県百合ヶ丘高等学校在学中の1979年に NHK 朝の連続テレビ小説鮎の歌のオーディションに見事合格しています。この時勝ち取った役はこのドラマのヒロインである浜中鮎役。これが山崎千里さんの女優デビュー作となりました。この当時はその見た目からか清純でおとなしい女性の役が多かったようです。1983年にはスチュワーデス物語にも出演、堀ちえみさんが主演し数々の流行語を生み出した伝説のドラマですね。山崎千里さんは堀ちえみさん演じる松本千秋のルームメイトで、面倒を見る姉御肌の木下さやかという役でした。デビューから順調にキャリアを重ね、清純派女優として着実にステップアップしていくかに思われた山崎千里さんですが、大きな転機が訪れます。1992年突如ボンテージファッションに目覚めたようで、写真集アナザースキンを発表します。これを機会に一躍セクシー路線へ舵を切り、それまでの清純派のイメージを覆すかのような行動に走ります。今までの芸風とは異なり、ドラマなどでも妖艶な演技を披露するようになりました。路線変更する前からファッションや美容に対して独自の世界観を持っていたようで、特に体のラインを強調するボディコンに対する愛は凄まじいものだったといいます。好きが高じてボディコンに特化したブランドを80年代半ばから知り合いのデザイナーと共同でプロデュースしていましたね。そこから90年代に入っての路線変更はある意味で正当進化というように、世間のイメージに合わせているのではなく、自分がもともと好きなことや本当の自分を表現する形になったと言えるでしょう。この路線変更が受け入れられたのか、女優やモデル以外の仕事も増えていきました。クイズ番組への出演を皮切りに、1996年の秋にはなんと ABEX からミニアルバムをリリース、音楽活動にも進出していきます。しかし山崎千里さんは芸能界から姿を消してしまいます。芸能界から消えてしまった理由は何だったのでしょうか。実はこれには様々な説があるのですが、最有力情報と考えられているのは枕営業疑惑です。ある噂によると山崎千里さんは200万円で男性と一夜を過ごしていたというのです。この情報は実際に山崎千里さんと一晩を過ごしたという男性が暴露した情報です。彼女のお相手には業界の大物も多数いたと言われており、この事実が表沙汰になる前に彼女を芸能界から追放した可能性も示唆されています。簡単には信じられないような情報ですが、芸能界には昔から枕営業の噂が絶えません。特に急に売れた女性タレントにはこの手の噂が必ず立つものです。ちなみにグラビアアイドルの高崎聖子さんも同じ理由で芸能界から姿を消しました。日テレジェニックにも選ばれるくらいの逸材だったのですが、高崎さんの場合は一晩10万円と報じられています。山崎千里さんの200万円とは桁が違います。これが時代と格の違いなのでしょうか。高崎さんはその後高橋翔子と名前を変えてセクシー女優へ転身していることから、一度ついてしまったこういったイメージは払拭することが難しいようです。清純派女優として活躍していた当時は
特に男性との噂はなかった山崎千里さんですが、セクシー路線に変更してからは、その過激な印象から多くの男性との関係が取り沙汰されました。お相手は財政界の名士やその子供、青年実業家や美容外科医など職種も様々でした。しかしどのお相手もお金持ちだったのは間違いありません。こういった噂は多くあったものの、実際には30代後半までは結婚はしていませんでした。その後、ドラゴンアッシュファンという共通の趣味を通じて知り合った8歳年下のグラフィックデザイナーの男性と2000年に結婚を発表しています。しかし残念ながら結婚から約10年後の2010年に離婚しており、現在は独身のようです。2000年初頭には実質的に芸能界から干されてしまった山崎千里さんでは、その後のおよそ20年間は彼女はどのような人生を送ってきたのでしょう。テレビに出演しなくなった山崎さんは、もともと興味があり好きだったファッションやモデル業を活動の主体としました。2012年にはモデル事務所ジャパンモデルエージェンシーと専属契約を結び、芸名を千里と改名しています。また同時に活動拠点を関西方面に移します。ファッションや美容には人並外れたこだわりを持っている山崎千里さんは、ウエストを細くするために最下部のあばら骨を5つい抜いてしまったという逸話まであります。骨格にまで手を入れるということは、もはや美容整形ではなく完全な外科手術ですね。テレビタレントからモデルに活動を移してから、自分を美しく見せたいという願望は強くなっていったようで、整形手術のやりすぎで誰かわからなくなっているとの声が上がっています。特にすごいのが顔面の変化です。最先端の技術を駆使してなんとか美貌を保っているようなのですが、その変貌ぶりはたびたびネットニュースで取り上げられるほど、芸能界は整形に対して寛容と言われてはいますが、山崎千里さんのやりすぎた整形には賛否両論さまざまな声が聞かれます。容姿を保つために整形を繰り返しながらモデル業を続けていた山崎千里改め千里さんでしたが、モデル事務所との契約内容をめぐって法的トラブルに陥り、2016年9月8日に契約終了となってしまいました。ここでなんと54歳にして突然ホステスへの転身を発表します。芸能界からすっぱりと身を引き、夜の街でホステスとして生きるという大きな決断をしました。どういった経緯でホステスになることを決めたのかは分かりませんが、清純派女優からスタートした山崎千里さんは、セクシー派モデルを経てホステス山崎千里に2度目の生まれ変わりを果たします。お店を訪れた人の話では、とてもあの山崎千里とは思えなかったとのことです。ホステスの道は厳しく、50代の初心者がすぐに食べていけるほど甘い世界ではなかったようです。さらに彼女が選んだお店は、日本で最もレベルが高いと言われる銀座のクラブです。2018年の時点ではすでにホステスを辞めていました。たった2年間ほどのチャレンジとなったようです。もしかするとあと10歳若ければ、そして過度な整形に走っていなければ、まだチャンスはあったかもしれません。しかしさすがに50代半ばでは厳しかったというのが現実でしょう。周囲には若い美人ばかりが集まる銀座では需要がなかったというのが結論です。銀座を去った後はかつての人気のきっかけになったボンテージの世界に舞い戻ります。ホステスとモデルの経験をフルに生かし、彼女自らモデルとなってボンテージ姿で素人相手に撮影会を行っていたそうです。その代金はなんと60分5万円。たった10分程度ですが、お茶の時間もあったようで、彼女とお話ができるという内容です。しかしボトックス注射の打ちすぎで皮膚が自然に動かず、顔に表情がなかったとの声もありました。被写体としては人形のようなので、そういった感じが好きなファンにはたまらないようですが、会話の時に表情が変わらないと虚しく違和感が漂いそうです。撮影時の定員は10名と言われており、1回あたり50万円の収入になります。経費等は分かりませんので手取り額は定かではありませんが、売れない銀座のホステスよりは良い稼ぎになっていたのかもしれません。こうして新たな活路を見出した山崎千里さんですが、50代を過ぎて過激度が増していきます。2018年3月にはヘアヌード写真集ニューアースを発売します。山崎さんはこの時なんと55歳。制作費1億円という驚きの内容です。2005年を最後に映像作品には出演していなかったので、
およそ12年ぶりのメディア露出となりました。そして2018年10月の週刊大衆では未公開ショットの公開もありました。2019年3月1日からは YMN という事務所と業務提携を行っています。道端アンジェリカさんや元 AKB48 の飯野由依さんが在籍されているところです。有名事務所です。ここではモデルではなくアクター枠での所属ということで、モデルだけに活動を限定せずに、活動なら仕事は選ばないという姿勢かもしれません。いかがでしたか？2022年には還暦を迎える山崎千里さん、今後も年を感じさせないくらいパワフルに自分らしく好きなファッションを楽しんでいただきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。